はい、皆さんこんばんは。はい、皆さんこんばんは。はい、太陽チャンネルです。ということで、今日は非常に遅くなったんですけども、以前質問コーナーをしまして、そちらの方を答えたいと思います。なんと今回質問の方が、まあ、ちょっとコメント数で言うんですけども、75件来まして、すべて回答したいと思います。それでは行きますよ。え、答えます。太陽くん、翼くん、マジ神、最高最高。でもコメントはきっと読んではもらえないんだろうな。読んでるよ。動画投稿お疲れ様です。質問です。太陽くんは何時ぐらいに寝て何時ぐらいに起きてますか？15分。7時半に起きて、10時には寝てますね。僕、太陽チャンネルが登録数3000人くらいから見てました。コメント見たらわかると。そこで質問です。スプラトゥーンのゲーム実況やらないんですか？やるよ。もう5歳でもやりたい。いつも動画を楽しませていただきありがとうございます。ここで初の太陽くんの質問コーナーということで質問させていただきます。太陽くんの好きな YouTuber は？ゲーム好きだもんね。将来の夢は？将来の夢は、お母さん。ありがとう。お父さん&太陽くんおすすめのトミカやお気に入りのトミカは？スポーツカー。ランボルギーニ。以上です。少なくてごめんなさい。これからも太陽チャンネル応援してます。ありがとう。すいません、付け足しで、好きな食べ物は何ですか？カレーとホルモロ。は？関西の方ですか？だとしたら一緒ですね。長々とすいませんでした。頑張ってくださいね。太陽くんは車好きなのですか？何県住みですか？好き。で、兵庫県に住んでます。チャンネル名はいつ変えるんですか？変えます。え？何チャンネルか。質問です。太陽くんの好きなアニメは何ですか？やかまち。はい。動画アップお疲れ様です。質問です。動画投稿はいつまで続きますか？20年。19年。いつも動画更新コメントありがとうございます。太陽くん、お父さん好きな YouTuber さんは誰ですか？赤城お父さん。最近ね、はじめ社長さんにハマってるかな。太陽くん、お父さん好きなトミカは何ですか？タイはランボルギーニだど。お父さんもランボルギーニだど。質問です。お父さんの好きな車は何ですか？ランボルギーニ。ウポツです。太陽くんが好きなトミカは？太陽くんの好きな食べ物と嫌いな食べ物は何ですか？水分残すのはかぼちゃ。あと、お父さんとお母さんどっちが好きですか？分かってるやろな。あ、うこつです。質問。お父さんとお母さんどっちが好きですか？理由も。翼が好きなの？太陽くんの好きな漫画やアニメは？ジマニャンと妖怪ウォッチと。今までの撮影で一番大変だったのは何ですか？ドッキリかな。進撃の巨人が出てきたあのドッキリ。太陽くんとお父さんに質問。今後やってみたい企画とかありますか？いっぱい。翼チャンネルは作らないのですか？作ります。太陽くん、誕生日いつですか？3月。弟くん、誕生日いつですか？4月。動画投稿お疲れ様。質問ですが、 JZA70 スープラと JZA80 スープラどっちが好きですか？わかんねえ。太陽くんの好きな YouTuber はヒカキンさん以外に誰がいますか？グッチさんとグッチさんとグッチさんとヒカキンさん。はい。パパさん、ママさんから見て太陽くんと翼くんはそれぞれどんな性格ですか？あと、太陽くんにとって翼くんはどんな存在か聞きたいです。太陽は泣き虫、翼は食べ過ぎ。太陽くんは好きな子いるんですか？初めて YouTube 上に出した動画は何年前ですか？またタイトルは何ですか？今から、2年、2、3ヶ月前？タイトルは、メリーゴーランド。確か。そんなんだったと思います。リクエストやってくれてありがとうございます。質問です。太陽くんは友達とハマっている遊びなどありますか？また、外で遊ぶのと屋内で遊ぶの、どっちが好きですか？好きな人は誰ですか？はい、次。太陽チャンネルいつも楽しみにしてます。質問なのですが、今 YouTuber になりたい子供が増えていますが、太陽くんの将来の夢は何ですか？気になるのでぜひ教えてください。え、アンパンマン。アンパンマン。
早速質問させていただきます。太陽くん、翼くんのお名前の由来を教えてください。太陽は人を照らして、翼は大きく羽ばたく。太陽くん、好きな子とかいるんですか？今まで買った中で一番高かったものは何ですか？家だね。はい。食べ物で粉もんはどれが好きですか？たこ焼き、お好み焼き、それとも焼きそば、焼きうどん、あるいはそば飯。なんちゅう質問や。好きな具材を入れるたこ焼きパーティーの動画もあったら面白そうですね。太陽くんはたこ焼きに何を入れたいですか？質問どれだよ。はい。太陽は、たこ焼きに何入れたいかって。ぶどう。いつも楽しみにしてます。YouTube を始めたきっかけは思い出作り。太陽くんが好きな人は、わら。いつもお疲れ様です。太陽くんは普段何をしてるんですか？動画投稿してよかったなと思うことはありましたか？思い出が撮れてるね。質問。太陽くんはどこに住まれているのですか？太陽くんの苦手なことは何ですか？なぜ YouTube を投稿しようと思ったのですか？思い出作り。最近太陽くんのマイブームは？質問です。太陽くん好きなゲームベスト3教えてください。1位、第2位、羊の書。それアニメだろ。仮面ライダーとスーパー戦隊、どっちが好きですか？最後のオープニング、変えようよ、わら。いつも動画見て癒されてます、わら。わら？わら？太陽くんと翼くんの名前の由来は何ですか？さっき言いました。はじめまして。太陽くんは翼くんとどんなことをして遊んでるんですか？また翼くんが大きくなったら一緒に何をしたいですか？質問です。太陽くんと翼くんの好きな食べ物は何ですか？お母さんの得意料理は何ですか？太陽くんの一番好きな車は何ですか？質問たくさんすいません。回答よろしくお願い、シュシュ。お母さんの得意料理何だったっけ？焼きそばとチャーハン。太陽くんは好きな子とかいるの？省略。ヒカキンさんのモノマネをしてください。持ってるトミカの数を教えてください。何台だ？多分600台ぐらい。太陽くん、返事して、わら。質問です。他のおもちゃは買わないんですか？あと、場所がないし。ゲーム欲しい。ゲーム欲しい。スプラットを理由を5台でもできるのに。太陽くんの好きな食べ物を教えてください。太陽くんと翼くんは喧嘩したりしますか？するね。太陽くんはどこで服を買ってますか？島村。太陽くん、パパとママどっちが好き？あと将来何の車に乗りたい？お願い答えて。翼くん、超キュート。お母さんが好き。太陽くんと翼くんの好きな食べ物と嫌いな食べ物が知りたいです。翼はイチゴ、それで太陽はホタルイカ。好きな YouTuber トップ3を教えてください。さっき言ったね。ビートレを紹介してください。なんだそれ。今までした商品レビューで一番太陽くんが好きになったものを教えてください。太陽くんが一番好きなおもちゃは何ですか？いつも見てます。太陽くんの将来は YouTuber？ 質問は何個まで？1個。太陽くんのチャンネルを始めて何年くらいですか？2年2、3ヶ月。リクエストです。太陽くんと翼くんのファッションショーをやってください。はい、ということで質問に全て答えました。多分また次回も、何か機会があったらまた質問コーナーやりたいと思います。ということで今日の太陽チャンネルはここまで。バイバイ。バイバイ。